京都河原町三条港、京都市中京区株式会社ジオスは、外国語学校を経営していた企業。ジオスは、グローバルエデュケーションオポチュニティーズサービスの略とされている。本社は、東京都品川区大崎に所在。2010年4月20日、東京地方裁判所に破産手続き開始の申し立てをし、経営破綻した。英語をはじめ、中国語、朝鮮語、 フランス語、スペイン語、イタリア語などを学ぶことができた。代表取締役社長は、クスノキツネを、典型的な同族経営企業である。発祥は、1973年に創業した徳島市西新町の英会話教室、アンビックである。当時は、外国人と生の英会話をすることができる学校ということで、徳島では評判となった。 ジオスコミュニカティブメソッドに基づいて指導されている。知る、覚えるなれる、使う使いこなす。基本的に週2回のレッスンがあり、プライベートコーススプリントコーススプラクトコースアクティブ、コースに分かれている。固定性スケジュールが特徴である。固定性と担任性にこだわりを見せるが、固定スケジュールで通学できない受講生のために、振り返性を導入している。 プライベートレッスンは予約制である。各校に英語を母語とする講師と日本人講師が配置されている。校舎は主に初級クラスを担当している。各スクールにマネージャーが存在する。教師管理、教室管理、生徒管理、営業活動等、すべてを担っている。次の2種類がある。いずれも、かつてテレビ CM に出演したタレント、ありがとうございます。